走行回収車、走行回収車、走行回収車、アームワードリカバリービヒクル、アーブは、戦場で破損したり、路角した戦車などの軍用車両を回収するための車両である。戦車回収車、戦車回収車、タンクリカバリービヒクル、TRV あるいは、走行戦車回収車、走行戦車回収車、アームワードタンクリカバリービヒクル、TIV とも言う。 特に、戦車の派生型として開発されたり改装されたりしたものは、回収戦車、リカバリータンクとも呼ばれる。また、戦車のエンジン交換など整備を行えるものもあるが、その場合は、走行修理回収車、走行修理回収車、アームアードリペアリカバリービヒクル、アーフと呼ぶこともある。走行車両の回収作業に、同種の車両を使用することは、 第一次世界大戦に戦車が実戦投入される以前、装甲車というものが開発された際から行われており、車両牽引用のタグロープや牽引具は走行車両の必需品でもあった。第一次大戦にて戦車が開発されて実戦に投入されると、それまでの走行車両に比べてはるかに大重量と複雑かつ過重気味の気を持つ戦車は戦闘損傷以前に、 機械故障や軟弱な地盤で格座するなどで行動不能になることが多く第一次大戦後戦車、気候部隊が各国で整備されるようになると様々な理由により行動不能になった車両を回収修理するための装備もまた重要であるとして主に走行車両を回収するための牽引車両として大型の半送機車ハーフトラックや4から6輪の型トラックがそれらの 舞台に配備された。第二次世界大戦が始まって、急速に戦車その他の走行車両が進歩すると、特に戦車の車体重量の増加は著しく、従来の車両回収用に使用されてきた装備では、回収作業が困難となり、複数の車両を使用して、やっと一両の戦車を回収できる、という状況が多く発生するようになった。 それに従い、戦車を改造した回収戦車が開発、製造されるようになり、砲塔を損傷した戦車から砲塔を取り外して、牽引用ワイヤーなどの装備を追加搭載しただけの現地急増の回収車両も多数制作された。第二次大戦後、装甲戦闘車用、アフフは、戦車、自走砲、装甲兵員輸送車など、多種多様なものが開発され、 それらを支援するための走行回収車も、また、戦車や走行車の発展型として多種が開発された。軍において運用されている他にも、退役した後に民間に払い下げられて、重量物牽引車や早期式クレーン車として使われている車両も数多く存在する。第二次世界大戦頃までは、余剰車両や旧式化した車両の再生品として、 制作されることが多かった車種だが、近年は回収対象となる車両の派生型として、当初から開発されることが多く、機動性能を統一して、部隊全体の機動性を向上させることに主眼が置かれている。また、回収対象となる車両と同一の車体を持つことは、部隊の保管している予備部品が付きた際も、共食い整備によって、戦闘車両の稼働能力を維持することも視野に、 入れられている。走行回収車として開発されたものは隠しとも、おおむね同じ構造となっており、機体となる車両の砲塔などの戦闘装備を、取り払って一体型の密閉型戦闘室を設置し、機重機や巻き上げ機などの釣り上、作品設備を備えていることが通例である。回収作業時の安定性を増すための中式、中女、英語では、スペードが装備されていることも多い。 車両の修理、整備に用いられる、関係上、車体各所には、スペアパーツが大量に装備されており、車両によっては、予備のエンジンなどを運搬する際に使用する課題を、エンジンデッキ上などに設置していることもある。また、走行修理回収車、ア r f とも呼ばれる車両は、溶接機材、コンプレッサーなどの各種整備機材を搭載している。通常の走行回収車の他にも、 特殊な状況で回収作業を行うための特殊装備を持つ走行回収車両が何種か存在する。ビーチアームアードリカバリービヒクル、海岸用走行回収車の略で上陸作戦の際に波打ち材での回収作業を行うための車両。イギリス軍により M4 中戦車の特殊派生型の一つとしてノルマンディ上陸作戦に備えて開発され、 戦後もセンチュリオン戦車の派生型として開発されている。ランディングビヒクルトラクテリーカバリー、早期式回収上陸車の略で、水陸両用車両部隊に随伴する走行回収車として海岸及び陸上での回収作業と車両整備作業を行うための車両。アメリカの LVTP-7 の派生型として開発され、機体車両と同じく水上。 海上航行が可能である。1985年に LVTP の正式記号は、アブ、アンフィビウス・アサルトビヒクル、水陸療養教習車に改められたため、それに伴って、アブは、アンフィビウス・アサルトビヒクル・リカバリー、水陸療養教習回収車に改称されている。輪元になった車両、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。